はい、こんにちは、小畑です。明日ですね、全国屈指の強豪大学である法政大学と試合があるということで、かなり楽しみなんですけども、法政大学といったら、全国優勝の経験も、ここ最近ありますし、で、あと、去年で言ったら、天皇杯で、J1 の、ガンバ大阪に、プロのガンバ大阪に、勝利を収めたということで、かなり強いチームなんですけど、そこと試合ができるということで、多分中には J リーグの、プロの内定選手がいたりだとか、多分、プロのレベルと、かなり近い、その大学のチームだと思うんで、その中で自分がどれぐらいやれるかっていうことで、自分と、僕はプロを目指してるんで、そのプロとの差っていうのが、わかりますし、そういう意味で、かなり、楽しみですね。自分がそのどれぐらいやれるかっていうのが、多分その今までだと、強いチームとやったことあるんですけど、そこまで、法政大学ぐらいのレベルのチームとは、あまり練習試合とかもうやったことがないんで、かなり楽しみですね。で、そうですね、明日自分がどれぐらいやれるかってことで、とにかくね、なんていうか、ビビらず、積極的に自分のプレーをどんどん出して、チャレンジして、まずはね、チームとして勝って、その中で、自分もね、結果を残して点を決めて、で、まだスタメンで出れるかわかんないですけど、そのチームの中でスタメンを勝ち取れるように、明日も全力でやっていきたいと思います。で、明日は、もう朝早いんで、9時半キックオフなんで、で、アウェーでの試合なんで、かなり早いんで、もう、寝たいと思います。それじゃあ、また明日。はい、ということで、ベンチスタートでスタメンではないんですけど、とにかく頑張っていきます。はい、ということで今試合から帰ってきたんですけども、結果から言うと、2試合やって、で1試合目が2対2の同点で、2試合目が2対4の負けということで、2試合やって1引き分け1敗という結果でした。で、自分が出場した時間は、1試合目の、後半25分頃から出場して、でそのまま2試合目の前半までプレーしました。で、内容なんですけども、チームとしては、かなり正直圧倒されましたね。で、相手がボールを握る時間が長くて、自分たちは全然ボールを保持できなくて、で相手のペースで、終始試合が進んでって、自分たちはそのボールを握ることができなかったんで、あまり攻撃の時間っていうのがほとんど少なくて、で守備に回る時間が、長くなってしまいました。で、個人的にはその守備に回る時間が長かった分、その攻撃、自分の特徴としてはやっぱり攻撃なので、で攻撃する時間がほとんどなくて、で自分もシュートまで行かせてもらうことができませんでした。で、やはり一部のチームは強いなと、感じました。で、その中でも、やっぱり違いを感じた部分で言うと、もちろんそのパススピードだったり、その技術面のトラップだったりっていう、その部分はやっぱり全然違うなと感じたのはもちろんなんですけど、その中でやっぱり一番その今の自分と全然違うな、差があるなと感じたところは、攻から守の切り替えの速さですね。で、やっぱりサッカーっていうのは、攻撃と守備っていうのが、連続して続いていく中で、で、ボールを取られた後、その法政大学は自分たちが、ボールを取った後、
その時の、相手の切り替えがとても早くて、でそこでまたすぐボールを奪い返されてしまって、でまた二次攻撃三次攻撃ってやられてしまって、でそれがずっと続いたんで、自分たちはその前に進めなくて、そのまま自分たちのコートでまた守備をしなきゃいけないっていう状況が多くて、それがずっと続いてましたね。やっぱりそこはすごいなと思って、やっぱりその部分で、自分はそのボールを捉えた後で、味方がボールを捉えた後だったり自分が捉えた後っていうのが、遅くて、その切り替えがあんまり早くなくて、一旦こう一呼吸置いちゃって、そこからボールを取りに行くんで、相手はその何も怖くなくて、そのまままたボールをつながれて、で相手に一旦落ち着かれてしまうっていう、そういうことが多いんで、やっぱりそこの一部のチームはその切り替え、攻守の切り替えっていうのがとても早くて、それを90分間その強度高く、その寄せるスピードだったり、そういうのを落とさずに、90分間攻守の切り替え早く、守備にその行けるっていう部分は、やっぱり全然自分、今の自分には足りないなと思いました。でやっぱりそのこれからね、練習、一日一日の練習でその部分、攻守の切り替えの部分を特に意識して、取り組んでいきたいと思います。それじゃあバイバーイ。